Welcome to the Tokyo Idol Stadium 2020! 当スタジアムは仮想電脳都市バーチャル東京千駄ヶ谷に突如出現した新生活謎に満ちた競技場でございます。ドットライブの3名がバーチャルアイドルストリートアスリートとして出演。ストリートってなんだ。豪華賞品を目指してさまざまな競技にチャレンジしていくというこの番組、全席観戦フリーとなっておりますが、声援の代わりにギフトをたくさん送ってくれたら選手のやる気も爆上がり。どうぞよろしくお願いします。それでは東京アイドルスタジアム2020スタートです。逆逆逆、そっちそっち、はいはいはい、あ、こっち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 、はい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 、ということでついに開幕しましたよ。皆さん本当にお待たせいたしましたね。じゃあまずは一人ずつ自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、じゃあ真ん中からいっちゃう。ああ、緊張してやばい。緊張してますか。急に緊張しちゃった。どうも皆さん、加京院千恵里です。今日は全力の可愛さビーム、あ、なんか可愛いのついてる、ありがとう。可愛さビームをみんなにお届けします。よろしくお願いします。はい、千恵ちゃんよろしくお願いしますよ。お願いします。はい、じゃあ続いては誰いきます。お、おおおお、映ってる映ってる映ってる、疲れてますよ。はい、皆さんこんばんは、大和ゆりです。今日はあのはっちゃけていいと聞いたので精一杯はっちゃけて汗をかいていきたいと思います。よろしくお願いします。はっちゃけてください。ゆりさん大丈夫ですか。はい、なんですか。いやいやいや、心配されてる。久しぶりのね、こういう感じで、うん、そうですね、ちょっとあの、コミュ力が低下してるので頑張っていきたいと、うん、あ、なんか掴んじゃった、あれ、見てください、これ、うん、そういうとこ、そういうとこ、そういうとこ、ゆりさん、そういうとこ、うん、置く置く、それ、下に置いちゃう。はい、置きます。置けますか。はい、はい、よろしくお願いしますよ。お願いします。そして最後ははい、皆様ごきげんよう、カルロピノです。今日はもうあの可愛いだけじゃないところをバッチリ見せていきましょう。お姉ちゃん方、そうね、できる女ね、はい、そう、できる女であるというところをね、バッチリとバッチリと、なんか言うんやバッチリと、お願いしますよ、頑張ってくださいね。はい、お願いします。お願いします。さあ、ということで、そしてですね、お、どうした？何してんの？何してんの？取った。風船。取った。欲しい。ヨリちゃんどうした？どうした？欲しい。欲しい。取ろうか。欲しい。あ、惜しい。取った。取った。あ、なんかピヨンちゃんの前にヨウさんあるけど。取れない。取れへん。届かない。なんやろな、不器用やな。うん。ヨリさんの前にはないんでやめときましょうか。楽しそうやな、おい。どこが緊張してるんや。パパ見て、パパ可愛い。可愛い。可愛い。おお。あ、可愛い。あ、みんな可愛いって言ってくれてますよ。いいね、似合うね。おお。もう写真も撮っとこうな、もうこれね。あ、可愛い。いっぱい撮ってもらいたい。可愛い。ヨリさん、こ、すごいな。ガンガンく、あ、生えてる。ちょっと二人だけになってますよ。すごい。ピロちゃん、ピロちゃん入って。そう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 、可愛い感じで。あ、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 チンアイコだ。チンアイコだ。かわいい。かわいい。はい、ということで、続いてに私の自己紹介もさせていただきます。今回の番組進行役でございます、半生 VTuber お笑い系でございますよ、アメリカザリガニ平井です。ザリガニ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 、仕事は小峠くんみたいな感じ。は
はい、よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。はい、ということでついに始まりました、東京アイドルスタジアム2020。冒頭のナレーションにもありましたように、今夜は皆さんにさまざまな競技に、挑戦していただきますよ。大丈夫ですか？はい。はい、ということで、今回皆さんが、行う競技はこちらの3つのジャンルになります。はい、はい、フィジカル、フィジカル、インテリジェンス、インテリジェンス、エンターテインメント、エンターテインメント、何でもやってくれる。じゃあ一つずつ解説しますね。まずフィジカルでございますけども、うん、こちらはバーチャルスポーツに、挑んでいただきますよ。スポーツ、はい、うん、そしてインテリジェンスでございますが、こちらは知力が試されるクイズ競技となってます。お、最後のエンターテインメントはバラエティ的な発想やノリの良さが求められる競技です。聞いてる？あ、でもみんな見てくれてるよ。アイドルらしくね。ありがとう。あ、手を振ってあげてくださいよ。かわいいと、かわいすぎる、ギャンカワいただいております。皆さんコメントがすごい、ありがとうございます。コメントもりもり、米もりでございますね。米もり、大盛り、大盛り、大盛りでございます。ちなみにでございますけども、この東京アイドルスタジアムで行う競技は3人でのチーム戦となります。はい、個人の成績を競って順位を決めるわけではございません。3人が協力し合い、支え合い、励まし合いながらそれぞれのジャンル競技に挑戦し、運営委員会の定めた規定の記録をクリアすることを目指していただきます。ライバルではありませんのでね、皆さん足の引っ張り合いはないですよね。もちろんですよね。もちろんです。お互い尊重し合ってますか？し合ってます。足を噛む。やっぱ引っ張られてる、足を。足を引っ張ってますよ。引っ張るなよ、お前ら絶対。この場合、誰がリーダー的な存在なんですかね？ちえりちゃん。なんでよ。サングラスかけてますし。ボス感ある。ボス感ありますよ。ほんまや、謎の、まあ、謎の女。俺についてこいよ。お、来ました。じゃあ、ちえりさん、バンバン2人を引っ張ってってくださいよ。はい、頑張ります。おいよ。さあ、それぞれの競技でクリアするごとに、なんとこちらがもらえます。え、わー、すごい。 TIS メダル、 TIS メダル、東京アイドルスタジアム。わー、すごい。欲しい。ありがとうございます。このメダルでございますけども、単なる記念品ではございません。なんですか？詳しい内容についてはまだ秘密とさせていただきます。メダルを集めると、なんと最後にいいことがあるかも。とにかく皆さんは目の前の競技一つ一つ真剣に取り組んでください。はい、お願いしますよ。はい、お願いします。さあ、それでは競技を進めていきましょうか。はい、いいですね、反応いいですね。いきますよ。やめようかな。やめて。行きましょう。じゃあまず最初のジャンルはフィジカル。この距離です。いいな、この距離。ということで、サッカーゴールがなんとなく見えてますよね。はい、なんとなく。本当だ。はい、サッカーゴールといえば、いおりさん、何でしょうか、これ。サッカーゴールといえば、サッカーボール。おお。サッカーボールといえば、言えばサッカー。言う、まんま。なんだ、折り返した。ということで、行うのは、そうPK チャレンジです。 PK チャレンジです。サッカー、サッカー、かっこいい、サッカー。さあ、ということで、皆さん、サッカーの PK、 ペナルティーキックは分かりますか？なんとなく、よく聞くやつ。あ、ってことはこれ、ピノさん分かるんじゃないですか？もちろんですよ。お、ペナルティー、ペナルティー、なんて？なんて？ペナルティーキックとは、ペナルティーの時に蹴るキック。おお、ことなかれの回答。ドヤ顔、そしてこのドヤ顔である。あ、そうなんすねってなるやつ。お、ドヤ顔。これ大丈夫ですか？ちえりさん、ちえりさん、なんとかカバーしてあげてください。そう
ですね、なんとか、ね、任せてください。はい、頑張ります。大丈夫ペナルティキックに関してはもう何も言わないでおきましょう。はい、はい、まあ、あのキッカーとキーパー1対1の状態でシュートを決められたらゴールとなります。はい。で、チャレンジは3人順番に2巡します。2巡2回やるわけやね。なるほど。で、1人2回ずつ合計6回。6回。はい。今回 TIS の規定では6回中4回ゴールできたらクリアとさせていただきます。さあ、これをクリアすることができるかな。できるぞ。楽勝です、楽勝。じゃあ頑張っていただきたいと思います。はい。じゃあまずは誰からチャレンジしていただきましょうか。はい、はい、お頑張れ。行きます。行きます、チェリーさん。行きます、チェリーが行きます。まあ、センター行きます。ここに立っているのでね、うんうん、真ん中からバシッと決めてやろうと思いますよ。アイドルオブアイドル。はい、じゃあ早速足が震えてる。行きますか。かっこよくガクガクよ、ビシッと。足がこういうのは自信あります？え、ないあります、あります。なんか今ちょっと聞こえましたけど、いえ、あります。じゃあ早速行きますか。はい、まずは一人目のキッカーチェリさんのチャレンジです。はい、頑張っ、ボールが、風船に当たっちゃった。ちょっとボール風船風船どかせる、ボールちょっと、あの風船どかせ、風船ちょっとあのどかしてもらっていい。ちょっとごめんね、取れない。よりさん、よりさん、ちょっとあの今もう前にやりましたね。やってないなんでそういうこと。これはよいしょよいしょ、風船ちょっとあの風船、かわいい、風船の収穫してもらっていいかい。任せてください、風船の収穫。うん、おしゃれた、ありがとう。わー、シューと誰運営、えポン、あ、やべ、今あのね、皆さんがよかれよかれの風船が、お、えいしょ、えいしょ、ちょっとあのピノちゃんごめん、風船をちょっと収穫してもらっていい？あ、これあげる。あ、これ欲しい。多分収穫できるのはね。収穫、じゃあ念を送るよ。どうかな、この辺かな。頑張れ、さあ、え、なんで収穫そんなに上手なんですか？チェリー上手くない、風船取るの。収穫できないんですけど。これ手先が不器用だからダメなんですか？そうかもしれないね。カメラ目線で収穫。ね、これあげるよ。アイドルらしくカメラ。いや、いいですね。これはね、視聴者と、運営さんの熱き戦いですね。あ、よしよしよし。もらった。はい。どうでしょうか。まさかここに風船が落ちてくるとはという。いっぱい風船、ありがとう、ありがとう、嬉しいですね。そうですね、嬉しいんですけども、嬉しい、嬉しい、すごい、嬉しいって言うと増えちゃうね、ありがとう。そうなんです、運営側も非常に嬉しい、ありがたいとは言ってるんですけども。あ、いけるの今いけるのだよ、これを。さあ、おお、すごいすごい、ほっ、さあ、すごい、これで、あ、いいんじゃないですか。ほっ、チェリーさん、その左にある、あーっと、あー、うわー、さあ、戦いだー、戦いだー、 TIS、 今後 TIS 熱き戦い、運営対視聴者の戦いだー。お前らバルーンで遊ぶなー。遊べたー。いおりちゃんはただ走ってるだけ。どうしよう、どうしようじゃない、サッカーさせてー、どうしよう、どうしようじゃない、こうだ、あ、いいのでは、お、あ、私の前にいっぱい、やべえ、バルーンを送らないでください。もう言っちゃう、バルーン、皆さんバルーンを送らないでください。よかれと思って送る。シュッシュッシュッ、漏れ、すごい、見て、漏れてますよ。やばい。私ね、ちょっと運営側ともつながっておりますが、すっげえバタバタしてます。はい、ありがたいんですがという声が、飛び交ってます。さあ、ご覧の皆様、はい、ちょっとあとですね、アイドルスタジアム参加したお三人に報告です。はい、はい、競技の変更の可能性が出てきましたと。嘘。なんという、お前だ、お前、おめえら、愛が重いな。ちょっと待って、風船畑みたいになってっからよ。ありがとう、ありがとう、
いいよ、草原は送っていい、草原は送っていいんだが、いや、よりちゃんこれあのなんとか言ってくれんかな。みなさん、風船ストップ、風船ストップだよ、風船ストップ、よりたちのサッカーをね。おん、第一競技は先送り。皆さんのおかげ、はい、皆さんのありがたい応援のおかげでですね、はい、なんと第二競技から行くということになりました。 ありがとうございます。なっちゃった。つまり運営が負けたってことですね。負けました。皆様の愛に負けてしまった。なんで叩くんだよ。じゃあちょっと待ってちょっと待って、場所移動するか、ちょっと待って、ちょっと待って、はーい。ということで、はい、
お待たせしました。はい、移動してまいりました。お待たせしました。お待たせしました。東京アイドルスタジアム2020、初めてやらさせていただきますよ。はい、はい、初めて、始まった、嬉しい。よろしくお願いします。そうですよ、ドットライブの皆さんですよ。はーい、いや、かわいいですね。あ、かわいいなあ、かわいい、かわいい。さあ、ということで、こちらのジャンルで戦っていただきますよ。こちらは、はい、インテリジェンス。インテリジェンスということで、エリアが分かれた謎の空間となっておりますけども、ここで行うのはクイズ2020でーす。2020クイズ、かわいい、はい、すごい。さあ、今から今年2020年に関するさまざまな雑学問題が6問出題されます。回答は選択問題となってますので、正解だと思うエリアに移動してください。3人が同じ場所に移動しても、2人と1人に分かれても大丈夫。1人が正解するごとに10ポイントが与えられ、最終的に100ポイントを上回ればクリアとなります。分かりましたか？はい。ちなみにシンキングタイムは10秒ございますよ。10秒。その10秒の中で移動していただければと思います。はい、結構短い。そうでございますよ。クイズか。クイズでございます。クイズかって何ですか？なんか、いや、じわじわ来た、じわじわ。チェイさん、なんかあります？いや、この3人でクイズかと思って。余裕でしょ。余裕ですよ。余裕だって、楽勝すぎてのクイズかですよね。やば、そうだよね。成績が悪い方の人たちなんだけど、大丈夫かなと思って。大丈夫ですか？大丈夫だ。じゃあ大丈夫です。いやいや、運営側はですね、これ以上負けるわけにはいかないと。そうですね。はい、言っておりますよ、皆さん。ここでですか？全力で生かしていただきますと。はい、はい。じゃあ、それでは問題数は全部で6問でございますけども、いきますか。はい、はい。じゃあ、クイズ2020、最初の問題はこちらです。どどん、だーん、見えるかな。は、山手線の新しい駅として開業した高輪ゲートウェイ駅、隣の駅は何？わかんない。さあ、なんとなく、なんとなく。さあ、どっちもどっちも。こっちも。待って待って、どうしよう、どうしよう。さあ、シンキングタイムがどんどん進む。残り1秒。はい、はい、どっち？はい。え、分かれてみた。分かれてみた。うん、どっちか点入るもんね。どっちか点入るから。そうそう、あの、この B のこの形が可愛かったから、こっちにしてみました。それ全部これから B じゃん。ずっと B じゃん。はい、寂しい一人。お、お、ゆうべさん、えらい踊ってますけども。余裕なんで。あ、余裕ですか。わかりました。じゃあ、仲間だよ。うん、そうだよ。あの、教え合ったりも知ってもよかったんですけどもね。だってわかんない。じゃあ、全員が移動したと。あ、ちょっとやめてくださいよ。はい、はい。チェイさん、B ですね。はい、はい、わかりました。じゃあ、正解出しましょう。正…あ、あ、正解はこちら。おお、品川でした。すごい、ありがとうございます。すごいよね。わかんなかった。え、わかんなかった。わかってましたよ、あの、余裕でした。はい、わかった、当然。すごい、ゆりちゃん、すごい。さすがゆりちゃん。からな、チェイさん、本当に思ってます？いや、これがね、私たちの力というやつですね。団結力ね。団結力、団結力。完璧だ。そうそう、一人だけ正解するという形ですね。そうそう。じゃあ、続いての問題いきましょう。続いての問題、こちら。さあ、動物の森シリーズ最新作として発売されました。集まれ動物の森。2008年に発売された Wii 版のタイトルはどっち？こっち、こっち。お、こっちでしょ。さあ、ね、A、町へ行こうよ動物の森、はい、B、町を飛び出せ動物の森。ということで、皆さん A。 え、待って、こっちだよ。そうだよね、イオリお姉ちゃんが言うから。そうだ、3D のやつだもん。そうそうそう、こっちだ。町へ行こうよは
す。さあどうなんでしょうねこれ。ミイラからこっち。さあということで、全員 A でございます。こっちこっち。正解はこちら。やったー。町へ行こう動物の森でございました。さすがですね、めっちゃやってるもんね。よかった。めっちゃやってるということで、これ30点取っちゃったよ、うん、あ、さっきの入れて40点だ、うん、あ、6、あといっぱいあるじゃん。余裕だよ。余裕ですよこれは。100ポイントですからね。また運営敗北なのでは。さあ、ここで負けるわけにはいきませんよ。申し訳ないですね、ちょっと。あ、すまんな、すまんな。さあ、じゃあ続いての問題いきますか。はい。続いての問題はこちら。ダダン。昨年の M1 グランプリ決勝で乗りつこまないボケを披露したお笑いコンビは A ペコパ、 B アメリカザリガニ。さあこれは難しいぞ。あれでも、でもあれアメリカ、あれ誰ですか、平井さん。平井さん立てる。じゃあ平井さんの方に。いやいや立てない。立てない。アメリカザリガニもね M1 に出ましたけども、立てない。誰ですか、平井さんに対して気を使った方がいいんじゃねえかみたいな。さあ、お全員 A ですね。おかしいなぁ。じゃあ答え見てみましょう。答えこちら、ペコパでした。いやー皆さんやっぱ分かってましたね。そうですね。そうですよ。ちなみにアメリカザリガニさんは何やったんですか。何、あのネタ。なんだろう、ドライブスルーとかじゃないの。2001年です。2001年、はい、僕からすれば時を戻したい、はい、時を戻そう、はい、時を戻そう。2001年の M1 でございました。まだね。懐かしいですね。はい、じゃあ続いていきますかね。はい、続いてあたりから難しくなるんじゃないですかね。なんだろう。さあどうでしょうかね。ドキドキ、うん、すあ、見て見て、なに。あれ、めっちゃ似合うやん。ランドセルめっちゃ似合う。お、ギター。こっちなのか。かっこいい。イエーイ。さあ続いての問題いきましょうかね。全然次から難しくなりますよ。え、4択になります。あ、4択、すごい。さあ本気出してきた。 D かわいいな、これまたかわいいな。ランドセル。じゃあいいですか。かわいいランドセル。はい、問題出しますよ。はい、はい、問題こちら。バカーン。なんだ。さあ、牛乳の大量消費レシピとしてインターネット上に話題になった古代の日本で作られていたとされるチーズのような食品は A さ、 B C、 C スD ソー。一体どれ？これこれ絶対これ。これこれこれって何？絶対これです、これです。じゃあだって D の形かわいいし。ギター押しだ。かわいいで選んでるけど大丈夫？本当に本当にこれだと思う。絶対信じるよ。だって D かわいいから。みんなどこですか？何ポーズ？何ポーズ？これはみんな D。 D ということですね。じゃあ D、 答えはこちら。ディーノさん。あれ、やったやった。マジで。え、やば、取っちゃって。あれ、ピノちゃん。あ、申し訳ないです。あ、あ、ちょっと簡単すぎて、うん、あ、もういや、うん、はい、うん、うん、もうちょっと、ほら、うん、あ、な、いっちゃった、100いっちゃった。いっちゃったじゃあクリア。じゃあクリアってなんだ。じゃあクリアってなんだ。いやさあ運営さんから連絡ありました。はい、完全敗北です。イエーイ。見たか見たか見たか。お隣の皆さんと出演者に一杯ずつお聞きしているという状況でございます。見事クリアということでメダルゲットでございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、以上インテリデンス競技のコーナーでございました。じゃあこっからなんとフィジカル。おお、再びのフィジカルできるのか、はい、こちらに戻りたいと思います。運営ガチでいろいろ
作業しておりましたから。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、何に対してありがとう。ね、じゃあそちらに移動しますんで、皆さん少々お待ちください。お待ちください。はーい。さあそれではみんなで盛り上がっていくぞー。 PK チャレンジ、PK チャレンジ、サッカーサッカー、サッカー。さあね、 PK とはペナルティーキック。はい、これはですね、さあということで、まあまあ、ゴールにシュート決めてもらうということでございますけども、はい、チャレンジは3人順番に2巡します、うんうんうん、1人2回ずつチャンスがございまして合計6回ありますよ、うんうん、そして6回中4回ゴールできたらクリアとさせていただきます。はい、大丈夫ですか。はい、はい、じゃあこれもチェリさんからいきますよね。任せといてくださいよ。お、自信あります。バッチリだね。うん、バッチリ。柔軟してる、柔軟してる。さっきの分のね、あれを今見せてやろうと思いますよ。はい、ふう、頑張れチェリお姉ちゃん。ガードしておりますからね、運営さんは。なんだって。さあ、じゃあ一人目のキッカー、大丈夫なのか。来たー、来ましたね。すごい、チェリちゃん。チェリさんのチャレンジでございます。なんか出てきた、なんか敵が出てきた。いきます。それではスタート。ふーん、ほっ、あーー、ゴールす、ゴール、シュートならず。なんだ、あいつ。なんですか、なんか、なんですか、なんかいるんですけど。キーパーです。チェリーさん、なんでですか。なんでですかって、あのキーパーは止めにかかるんですよ。あー、なん、そうか。そうなんです、止められた。はい、本気です。本気だ。キーパー、はい、上が本気を出してきた。ついについに本気を出しました。なんだって、これ以上負けれないということでございますよ。じゃあ続いて2人目のキッカーはイオリさん、いきます。はい、チェリちゃんの敵を取ります。イオリちゃん、任せた、任せて。よいしょよいしょ、頑張れ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 。さあ、いおりさん、はい、頑張ってくださいね。頑張ります。それではお願いします。はい、行きます。せーの、あーっとー、ホームラン。枠外。これはミスが、力んじゃった、力んじゃったね。どうした、いおりさん、どうしたんですか。力みました。力んだ。あー、いやー、え、これ気持ちはね、良かったんですけどね、残念ながらゴールならずということで。いや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 ミスが許されなくなっちゃった。いやいや、お任せください、大丈夫です。お姉ちゃん方、ちーちゃん、やばいって。やばい、やばくないから。聞いてもらってもいいですか。どうしたんですか。告発してください。ピロちゃん、練習。あー、そんなこと、そんなことあらかった。え、なんですか。ピロちゃん、練習でマジクソ早かったんですけど。ちーちゃん、大丈夫。
ケイさん、はい、仲間ですよね。嘘下手だった、やめてください。あ、そうですね、そうですね。まあまだ本気を出してないだけという。あ、はい、なるほどね。じゃあ覚醒していただきましょうかね。信じてるよピノちゃん。いや、頑張ってください。見せてもらいましょう。3人目のキッカー、頑張って。ピノさん、よし、それではお願いします。いくぞ、一球入魂。おっと、また来たの。すごい、ゴール。ほらほらな、見たか見たか。ごめんピノちゃん、すごい。おっと、1ポイント入りましたよこれ。やったやった。いや、裏をかきましたね。はい、ちょっとキーパー緩くなかったですか。いや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 、あれはね、今日疲れるっていうことなんですね。あー、今日疲れる、戻れないっていう。なるほどなるほどなるほど、はい、あ、なるほど。別に手を抜いたわけではないですし。なるほど、そういうここからシステム的ないけないんですね。はい、あ、これは私の読みなので。すごい。私の完璧だった。そこまで読んでたのピノちゃん。もちろんですよ。すごい。いやいや、さすがです。じゃあこれはチェリーさん頑張っていただかないと。そうですよ。頑張ってください。チェリーお姉ちゃん。いけないかもしれない。ちょっと引きつってますけど、はい、大丈夫ですか。だいぶ胃が痛いですね。今で来た。今で来ました。頑張れ。じゃあまず動きを見よう。チェリーお姉ちゃん。レチュウリお姉ちゃん、レチュウリお姉ちゃん、めっちゃ応援されてる。弱々しい応援が。めっちゃ応援されてる。さあ来ました、ファイヤーボールでございます。すごい、これね、めちゃくちゃ強力でございます。本当に、あったかい。ちょっとキーパーの動き見てえな。あったかいですか。あったかいね。ただこのボールなかなかピーキーなんで、はい、あの扱い難しいですけども、決まればすごいです。わかりました、頑張りたいと思います。チェリーさん、やれますか。やります、頑張れ。みんなの思いを。はい、胃が痛いよ。決めてください。はい、お願いします。頑張れ。こっちから行こう、せーの、すっぱー。やったー、素晴らしい、入りましたよ。さあ、決めてきた。みのちゃん、ちえりちゃん、決めてきた。ちょっと、本番に強くない。おっと、何ですか、本番に強かったら何か問題でもありますか。いえいえ、とんでもございませんわ。ここで全力を出さないとね。そう、いけますわ、いけますわ。いおりちゃんがここで決めればいいんです。そうですよ、そうだよ。ちょっと、どうしたの。練習めっちゃ上手だったもんね。ほんまに弱いとこ出ちゃってよ。いや、大丈夫ですよ。いおりお姉ちゃん、落ち着くんだ。じゃあ、ゆっくり振るですよ。気持ちです、気持ちです。ひひふー、ひひふー、ラマーズ法。ひひふーじゃない。誰お産すんの。整いました。整ったんだ、よかったな。頑張れ。じゃあお願いします。頑張れ。ゴールに入るんだぞ。よし、お前分かってんだ。頼んだぞ、入るよ。分かってるんでしょうね。絶対入る。だーっと、ここまでゴールに嫌われた。これはもうこの後どうしても無理だということでございまして、フィジカルジャンルのサッカー PK チャレンジは6本中2本かな。頑張ったということで、ノットクリア。残念、ダメなんですか。ダメなんですか。ちょっとあの、すいません、ダメなんですか。どうしたんですか、よりさん。あの、ダメなんですか。すっげー聞いてくけど、ダメだよ。ルールでそうだったんです。これで視聴者とチエリたちと運営で一勝一勝一勝ずつだ。そうですね、そうね、みんながね。みんながすっげー落ち込みよう。ねねね、だいまだまだまだありました。まだありました。あの、大丈夫です。あ、今回あの番組初回を記念しまして、フィジカルなんですけども、もう一種目ご用意させていただきました。やったー。まだまだあります。よかったね。よかった、こっから本番ね。いやいや、今までも本番だ。練習練習、今の練習。なんで急に。よかった、ウォーミングアップ、うん、ね、つまり温まった温まった、うん、ここでもメダルの獲得はチャンスありますんで、はい、ぜひ頑張っていただきたいんですが、うん、
ステージの転換がございます。はい、少々お待ちください。はい、場所を移動してきました。すごい、みなさんがかわいい、なんかおりかわいい。ということで、あいつ見てわかるようにここで行うのは水泳ではなく、お、あ、違うのか、これプールじゃないんだ。プールじゃないんです。おお、泳ぎが、おお、上手。水泳、うまい、うん、いい、背泳ぎ、柔らかい、柔らかい、背泳ぎ、背泳ぎ、違う、違うの、見てたいけど違うの。ここではですね、ボーリングで戦ってもらいます。いやすごい開放的な、本当ですね、そうですよ、すごい、あ、かわいい。はい、こちらの競技は PK と同じように3人順番に2巡します。はい、合わせて6フレームに挑戦。通常のボーリングのように点数を計算していき、45点以上獲得でクリアになります。はい、45、まあ、あのさらにですね、好きなタイミングで一度だけ使えるスペシャルなボールがございますということで。はい、スペシャルボールがございますので言ってくださいね。いい響きだね。スペシャルですね。そして最終フレームはストライクスペアを出せば3投目ができるというボーリング通常ルールが、ご用意されていますよ。はい、ちなみに、ちなみにボーリングを行うときはサッカーと同様にボーリングの球を蹴っていただくというルールになっております。はい、いただいたよ。はい、今までにない。はい、それは果たしてボーリングなのかな。おっと、あまり聞かないね。怖い、あまり聞かないね。大人の事情だ。さあ、それではフィジカルジャンル2種目目ボーリングをいきましょう。まずは1人目のボーラー、誰にしますか。誰だ、さっきジェリやったから、ピノちゃんいいんじゃないですか。私からさっきます。よかったもんね、めっちゃ。いや、そうだよ、さっきの調子でいけば、本当に強い、本当に。ハードル爆上がってますからね、今。胃が大丈夫、胃が、私の胃が大丈夫、大丈夫ですよ、なんかこう落ち着いて、うん、元気にこう。ボールは友達。あ、そう、いいですね。ボールは友達。よし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 、いいか、まっすぐ飛ぶんだぞ。わかったな、わかったな。いい子にするんだぞ。じゃあそれではお願いします。はい、頑張れ、行きます、行くぞ。おっ、ちょっと待って、ピノちゃん、あーっと、ピノちゃん、ピノちゃん、ピノちゃん、何今の、ピノちゃん、ピノちゃん、ピノさん、何か問題でも、何かありましたか。いや、大丈夫、あ、んあ、いや、なんか今蹴りました。いや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 、何も蹴ってないんですけど、ちょっと今のはあのポジションをね、確認しました。あー、確認ね。はいはい、そうそう、いやいや、今蹴ったって言ってたら、もう今ガーターですから、ね、ゼロですから。じゃあ本番お願いします。本番ですね。本番お願いします。それではお願いします。いくぞー。はっ。あ、いい、いい、独特。これ何番？すごいよ。でもなんか綺麗なフォーメーションできてる。すごい綺麗だね。ボーリングではこれにならない。
イドルの立ち位置みたいな残り方しましたね、あれは、はい。じゃあ続いてですね、続いて2投目ってやつですね、うん、2投目で全部そうだね。さあボール来ました、よし、ダンまで完全いけますか、いけます、お願いしますよ、いくぞ、パッ、さあいった、いい、今度は左で、おっと一本、なぜあそこを狙ったんだ6点6か6点、まあまあまあ、はい、まあまあまあですね、まだあるもんね、そうまだありますからね、お姉ちゃん方に託します、ちょっとじゃあ続いてはよりさん、はい、はい、行きますか、いや任せてください、いやーお願いします、よりお姉ちゃん、させていただきます、難しい言葉使ってるよりちゃんがお名返上だって、はい、すごい、はい、いつでもあのスペシャルボールご準備できますんでね、言ってくださいね、あ、じゃあスペシャルボール最初に行っちゃおうかな、ゆみさん本当ですか、ちょっと感覚いっちゃいます、いっちゃいます、もうすでにいっちゃうみたいです、上さんすいません、いっちゃうみたいです、おっ、ゆみさんかわいい、かわいい、かわいいですね、よしよしよし、気をつけて、危ないですよ、指切れますからね、気をつけてください、指切れますからそんな鋭利なんですね、これそうちょっと鋭利なんですよ、スパッと行くんですね、はい、距離を取ろう、じゃあお願いします、はい、頑張れ、ジグザグ作戦で、おお、行きます、せーの、行け、ポン、おっ、まっすぐ行ったけどいや、ちょっと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 ヨリちゃん、ヨリちゃん、ヨリちゃん、どこがジグザグなのかな、ジグザグ作戦とは、すごい、一本、まっすぐ、いおりさん、ある意味あの心はまっすぐということで、なるほどですね、いや違う、いやある意味絶妙なコントロールですよ、だって、いやコントロールはそう逆にすごいみたいな、うん、いやそれはね、うん、ピノさんの言う通りなんですけどね、それが奇跡みたいな、そうそうそう、いおりさん、はい、だから言ったじゃんもうないよスペシャルボール大丈夫です、いや見ててくださいね、いや見てますよ、みんな見てるんですけど、草めっちゃ生えてますけど、いきます、草生やしてる、いきます、はい、助走をつけて頑張れ、助走って、はい、どっちの意味、はい、あーやばいやばい、届くのが、でもでもいい感じの機動性、はい、助走というのは草を除去するという意味なのか、どういうことなんだ、一本嘘何綺麗な五角形が、綺麗な五角形が、ね、綺麗な五角形ですよね、綺麗な五角形が、うん、素晴らしいコントロール力ですよね、あ、うん、ピノさんもやっぱそういう風に感じますか、あ、そう思います、もう あの素晴らしい軌道を描いて一本だけを狙い撃つという、ありがとう、一本できませんもんね、難しかったんだよねこれ、しょうがない、しょうがないんだよね、いや、やばいですね、フィジカルやばいですね大丈夫です、私たちにはまだチェリーお姉ちゃんがいます、そうか、希望の光、希望の光、あ、任しとけって、おー、チェリーさんがかっこいい、チェリーお姉ちゃん、任しとけって、髪の毛をかき上げましたけども、ちょっとかっこいい、ま、頑張っちゃおうかな、いや任したよ、さあ、行きますか、はい、自信あります、ですね、よし、ここで自信あると言わなきゃ、お女じゃない、頑張れ、頑張ります、頑張ってください、はい、お願いします、頑張れ、はい、スタートえ蹴った、蹴った、あ、いやいや、いい感じ、いい感じ、蹴りました、いいよ、さあこれはもしかしたら全部倒れるかも、あ、すごい、すごい、え、あともうちょっと、あ、7本斜めのやつって何ですか斜めになったやつが倒れなかった、そうなんですね、ちょっとだからパワーが足りなかったんですね、パワーだってチェリーさん、パワーか、いやでもね、1度目空振りした後すぐそれをねリカバリーする感じ良かったですね、なかったかのようにねちょっと2回目は番組的にどうかなと思ったので何事もなかったかのように1回目もなかったですけどね、何を言っているのだ、あチェリーさん頑張ってくださいよ、はい、頑張ります、ここで決めればスペア取れますから、はい、頑張れ、待って、待って、 こっちか、こっちで、わかった行きます、そうです、こっちですね、こっちに向かってね、こうだよ、ご覧の皆さんも応援してください、こう行くんですよ、せーの、せーの、ほっ、うわー、あっと、取れくない、いい、いい、おー、あー、惜しい、さあ、いおりさんが泣いてます、泣き笑いですね、でもほら、7
ですね、うん、そうなんかでもまだスペシャルボール2個もあるし、そうだよ、うん、いけますよ、うん、まだ、うん、まだせっかく頑張っていただいたのに、はい、じゃあ、ね、これピノさん、はい、いきますね、ピノちゃん任せた、これいけるんじゃないですか、そろそろお任せください、いやもうね守備はバッチリです、はい、スペシャルボール使いたいときは言っていただければ、ね、ご用意させていただきますので、ちょっとそろそろスペシャルに本気を出していきましょうか、いけるいける、今頑張ってみる、スペシャルボールでお願いします、 UFO さん、 UFO さんお越しください、いでよ UFO 来ました、いらっしゃいませ、はい、おなーりーおなーりーおなーりー来てしまいました UFO さあここで頑張っていただきたい、これは、うん、そうですね、ジグザグ作戦でいきましょう、ちょっと、うん、さあ、ご覧の皆さんも応援してください、頑張れ皆さん、いくぞ、いってください、あー、うわー、そこがストライク、やったー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 、普通にまっすぐいったー、すごーい、やったー、これは綺麗、ジグザグでもなんでもない、おっと、ああ天使です、天使だ、かわいい、なぜかストライク飛ぶと召されるという仕組み、召されてしまったね苦しゅうない、いやよかった、ピノさんなんかありますこうコツみたいなの、あのですね、はい、私フラグを回収するのが上手なのであのあえてジグザグで行くと宣言をすることでその通りにならないという作戦を使いました、すごい、フラグ回収してたんですね、逆をね、頭いい、頭いい、頭いい、ゆりさん、ゆりさんだけ感心してますけど、みんな感心してる、いよいよお姉ちゃん分かってくださる、いやこれちょっと狙いますよ、ゆりさん頑張ってください、このままみんなちゃんのパワーを狙って頑張ります、なんかでも結構必要だね、あとどれぐらいもですね、はい、この後が一番大事になってきます、そっか、パワーがあれだもんね、はい、え、そうなの、うん、増えるんだよ、普通に取るより、そうなんですか多分わかめみたいなのを始めた、まあいいでしょう、増えるんです、いきます、頑張れ、まっすぐ行こうかな、せーの、ポン、わ、いいよ、あ、さあどうだ、いやー一本あ、二本1本ですね、これ2本で、2本で、え、が、これ2本じゃないですか、いやいやいや、1本ですね、ですね、2本よ、まだ大丈夫ですよ、ストライクの後なんで、コントロール力素晴らしい、よひさんでもまっすぐはいったね、まっすぐいった、よひさん大丈夫ですか、こっちより、あ、全然心配ないですよ、本当ですか、はい、はい、全然全然、普段の配信以上に緊張されてません大丈夫、久しぶりなんでね、リラけます、リラックス、リラックス、リラックスですよ、リラックス、勝とうと思わない、そう、取ろうとしない、負けてもいいよ、せーの、あーっとちょっと待って超スローボール、まだ分からない、まだ分からない、大丈夫、いいぞ、ね、ボール、分かってるだろうな、そうね、ボール、分かってるだろうな、はい、いいよ、いいよ、ご覧の皆様、ちょっとお待ちくださいね、はい、もうそろそろ到達しまーす、待って、そうだね、いい子だね、悪い子だね、え、なに、なにしてんのちょっと本当に、ごめんなさい、頑張れ、イオリンって言ってくれてる皆様、いいんだよ、いいですよ、いいんだよ、イオリンちゃん、イオリンちゃん、いいんだよ、何に謝ってるんでしょうか、イオリンさん、どうしたんですか、いや、本当に不甲斐ないです、もう大丈夫です、大丈夫、だってまだちえりお姉ちゃんがいるから、そうだよね、天才のちえりさんがねさあさあそう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 、ちょっとストライク意味なかったじゃん、その後一本ってさあ悪い子だねコールですあれこれって、はい、あと何点取れ、あと18点、あら、ストライクと8本倒せばいいんだよ、ストライクです、ストライクと8本、はい、基本的にストライクとスペアとスペシャルありますよ、スペシャル、なるほど、スペシャルボールありますから、スペシャルありますよ、確かに、じゃあチェリースペシャル使おうかな、スペシャル、スペシャル使おうかな、強いから、そう、いきます、入れよう、使っちゃおうかな、入れよう、ふっほっ、入れよう、念を込めておきます、いらっしゃいませ、出ましたね、いらっしゃいませ、
シェリーさん、大丈夫ですか？今日シェリーさん、大丈夫ですか？リラックスよ、リラックスリラックス、リラックス、そう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 です、リラックス、そうです、シェリーさん、その通りです。宇宙を感じてください。宇宙、そう、あなたは宇宙です。宇宙、宇宙、シェリーは宇宙です。無限の可能性を感じます。彼方へ、さあ、行くぞ。さあ、行けます。行きましょう、銀河の彼方へ。お願い。よいしょ、来た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 、これは行った。やった、これはすごい。かわいい、いや、かわいい、お姫様だ。ありがとう。さあさあ、こっからですよ。さあ、ストライク取ったということは、まだできる、もう一回できる、もう一回できるよね。次の一投であと8本、8本、はい、もう UFO 使えないのかな。いや、もう大丈夫ですよ、チェイさん、UFO なくても大丈夫。あなたが自体、あなた自体がもう宇宙ですから。そう、宇宙です。チェイさんも宇宙、宇宙、うん、すごい、ハートになった。かわいいビーム、かわいいビームです。かわいいビーム、かわいい、頑張れ。これいけんじゃないですか。はい、じゃあいきますか。頑張れ、お前、いいか、分かってんだろうな、分かってんだろうな。魔法かけましたよ。いくぞ、いけそう、いきます、いけ、お願いします。おっと、どうなる。あーた、いい、ちょー、ほん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 、ダメ。何本、何本倒した今、3本3本どう、え、1、2、3本倒したということは、26で27で27にストライクの10が入って、はい、実はもう1回いけるんです。ええ、でここでストライク1個の後に間違えて、3が入りで、これで見てる人なんかあるよね。俺の記憶が正しければもう一回いけるよね。もう一回いけるの、うん、あ、あともう一回。そうだね、皆様も、そう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 、教えてくださってますね。あ、よかったよかった、ありがとうございます。ご覧の皆さんの中でね、ボーリングのことをすっごい知ってる方が多いんで、有識者の方が、あと5点、あと5本倒したい、あと5ポイントですから、いけますよ、チェリオネちゃん。だってさっき7本倒してるし、チェリちゃん、そうだよね、そうですよ。じゃあこれで何、ジグザグ作戦がいいんだっけ。ジグザグ作戦、オッケー、ジグザグでいくわ。めっちゃジグザグね。オッケー、こうこうですよね、シュッシュッするんですよ。シュッシュッします。こっちから行くわ、チェ、そうですね、こう行くわ、こう行きます。なるな、ボールよ、準備はいいですか。はい、いい子にしてなさい。じゃあお願いします。行きます。あ、いいよ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 。お、お、お、ちょっと待って、あーあーあーチェリー、チェリーお姉様、チェリー、本当に大丈夫です。ちょっとなぜか謝り始めましたよ、みんなで。なぜかみんなで謝り、え、なんだこれは、お祈りですか。残念ながら2種目目のボーリングチャレンジはノットクリア。あともうちょっとでしたね。おかしいな、悔しい。チェリーさん、どうしたんですか。チェリー、ずっと心に残ってる言葉があるんです。何ですか。打ち合わせの時に運営さんに、はい、まあ基本はクリアできるように作ってあるんでって言われた。なのに2個もクリアできなかった。敗北だ。これは大きく刻まれてしまいました。この傷はなかなか取れませんよ。悔しい。じゃあ続いての競技のステージに切り替えます。皆さん少々お待ちください。お待ちよ、後ほどです。
さあ、戻ってまいりましたよ。アイドルっぽい。最後のジャンルはエンターテインメントでございます。よかったですね、いおりさん、よかったね。よかった。そういうの つけていただいてね。さっきなかったから。かわいい。いいね。ありがとう。かわいい。かわいい。あ、くまちゃん似合う。かわいい。え、かわいい。めっちゃかわいい。めっちゃかわいいね。ね、かわいく皆さんの応援があってこそでございます。ありがとう。ね、ご視聴されてる皆さんにちょっと写真撮ってほしいね。あ、写真撮ってほしい。あ、消えちゃった。その間に報告しておきます。はい、いおりさんがですね、この移動中めちゃくちゃへこんでおりました。そうなんですよね。皆さん、いたわってあげてください。信じられないへこみようでした。切り替わった瞬間崩れ落ちてましたからね。さあ、ここではですね、皆さん頑張っていただきますよ。はいはい、はい。さあ、ジェスチャーによる演技力が求められる、何それ、モーションリレー。こちらで盛り上がっていきたいと思います。イエーイ。さあ、なんとスクリーンに登場するルーレットが回りまして、さまざまなワードが組み合わさることでお題が完成します。そのお題をね、ジェスチャーで伝えていくということでございますね。ちょっとやってみます。ジェスチャー、おはい、はい、このミッションですね、うんうん、体の動きでメッセージを伝達する、はい、これが大事でございますから、はい、どんな感じなのかちょっと見てもらえます。うんうん、うん、見たい、うん、はい。じゃあ、誰かルーレットスタートって言っていただければいけると思います。いおりちゃん、いいよ。ありがとう。ルーレットスタート。スタート。あ、すごい、はい、すごい。こんな感じで後ろにあるんです。難しそうな項目もあるんですけど、はい、アクションとフーというのがございますけども。お、はい、ドラムを叩いてる忍者。そういう感じなの。忍者ドラム叩くん。はい、この何々を何々するというお題をですね、うん、3人中2名が順番にジェスチャーで表現してもらって、残る1人が正確に答えられたら正解となります。さあ、伝達ゲームのジェスチャー版、チームワークが鍵となりますよ。はい、はーい、はい。じゃあ、これはいけそうだね。いけるよね。一瞬電子にすればいいんだもんね。そうそう、大丈夫大丈夫。読み取るよ。読み取りますか。読み取るよ。はい、回答者の役を一人ずつ回して3回やりますけどもね。はい、でも1回でも正解できればクリアと。1回でいいの。なります。やったー。すごい。やったー。1回でいいのって言ってますけども。はい、相当難しいですよ。そうなんですか。はい、そう、できるよ、できるよ。余裕ですよ。そう、これもう運営側さんがね、もう1回でいいよと。ありがとうございます。ありがとうございます。常に神戸を垂れる3人。感謝感謝感謝の気持ちを拳に乗せております。すさあ、じゃあやっていきましょう。回答者はいおりさん、ピノさん、ちえりさんの順にいきましょう。はい、これはいおりさん、かなり肝になってきますから。はい、肝になります。見ないように。さあ、それ以外の方は、皆さん目をつぶってください。はいはい。で、いおりさんの掛け声でルーレット回りますからね。はい、はい、よし、では行きますか。隠してくださいよ。はい、ではルーレットスタート。簡単なの、簡単なの、簡単なの。何になるんだ。いおりさんなら大丈夫です。何になるんでしょうか。なんだなんだ、うん、おえー、おえー、何ですかその反応。いやいや、さあ、ということで、あー、なるほど。おっと、いおりさんがまさかの理解しました。はい、あー、完全に理解しましたね。いけるのでは、いけるのではないですか。なるほどはなかなか出ないんでね。はい、オッケーです。じゃあ、これをまず、はい、ピノさんに見せていく形になりますね。はい、うん、よいしょ、頑張れ。では、ではピノちゃん、はい、何でしょう、ご覧ください。いくよ。はい。あ、待って、分かった。え、どうだっけ。分かってなかったんですか。こういうさ、なんかなんだっけ、いおりさん、いおりさん、あ、こう、うんうん、あ、なるほどね。いおりさん、いおりさん、はいはい、うん、
すんげー喋ってる。あ、ちょっとあのこれは天の声っていう。風の風の音。風の音。行くよ、風の音じゃない。うん、爽やかだな。爽やか。うん。お。なんだこれ。する。する？風の風が爽やか。する。スルメが食べたい。スルメが食べたいって何ですか？ね、。それは分かった。ヨリさん、分かった。え、でも、はい、ヨリさん、はい、何ですか。ヒノさん、ちょっと待ってくださいね。ヨリさん、はい、その感じでやります。あれ、何ですかその。え、何も不安通りですけど。いや、完全聞こえてましたけど。この、あのさ、なんかあの人たちは、キエリさんが下向いてずっと笑ってるんですけど。あ、あのさ、このさ、なんかこうだ。何こうなんですね。こういうさ、なんかこうなのか。こうなんですね。どうなんだ。ピノさん、わかります。わかった。ピノさんが理解しないとこれは伝わっていかないわけですよ。ピノちゃん、これだ、なんか、はいはい、これだってなんだよ。こういうのあるじゃん、なんかやってる人いるじゃん。お前めっちゃ喋んな、おい。お前、あ、お前つっちゃった、ごめんなさい。あれ、あー、時間が大丈夫。さあ、ピノさんがきっと伝わるよ。ジェリちゃんにこれかもしれないですよ。お、なんとなくわかる。このこれなんです。まずこれなんですよ。で、これなんですよ。めちゃくちゃしゃべる。これでパッてやるんですよ。で、こう、こんな感じの、の、うん、ガオー、あ、ガオじゃない、ガオじゃない。言ってるわ、ガオじゃない。ほんと、ガオじゃないから。サイズは？もうちょっと、キテリさん、もうちょっと見てあげてもらっていいですか？はい、時間取りますんで。最初それ何？なんか、最初はこう言われたんですけど、こんな感じで言われたんですけど、多分なんかこんなんだと思うんですよ。こんなんだと思うんですよ。いや、も、うん、もっとなんかあるやんか。なんやろ。お、激しいのもあるよ。あ、わかったー。それわかった。わー、わー、わー、わーって何。わ、そう、それ、あーっと、運営さんが尻を切らした。まさかゴンゴン鳴らしたぞ。運営さん、チェリさん、どうですか。大丈夫ですか。怖かんない。今の動きもう一回ちょっと自分の中でやってみてください。口に出さなくてもいいですよ。これは何なんだろう。これは、そうそうそう、チアダンスをする。ドラムを叩く。ぐるぐるパーってする。いやー、ちょっと違うな。考えろ、チェリー。何、チェリーさん、チェリー、芋ダンスをする。応援をする。怪獣、あ、ライオン、ゾンビ。どうします。あーっと、僕も粘ったんですが、運営さんが。これ何ですか。まさかのブー。運営さん、わかんないよ。これ何？正解は、はい、正解はこちら。おたげをするゾンビでした。待って、もっとあるじゃん、おたげって。ごめん、おたげを知らなかった。こういうやつとかでしょ。よりさん、こういうやつとか分かりやすい。よりさん、先輩は私です。すいません。先輩とか。ごめんなさい。いいんだよ、これか。いや、でもおたげだったんですか。なるほどね。なんかさ、こういうさ、なんか、いや、でもこれも、おー、はーみたいな人いるじゃん。あ、まあ、コール的な感じで。そういうやつだ、こういう。そう、こういうやつね。なんか盛り上がってますけど。こういうやつだ。あるある。運営さん、どうします。そう。次やりますか。いや、次やりたいです。次やりたい。やりたい。あー、じゃあ、ピノさんが行く。もうお任せください。じゃあ、ピノちゃん、チエリちゃんで、最後、ヨリちゃんに行けばいいということで。はい、私は答えます。はい、じゃあピノちゃん以外は伏せといてくださいね。はい、伏せます。はい、よし、じゃあスタートいきます。お願いします。行ってく。あ、ルーレットスタート。かわいいなんだ。簡単なやつ。簡単な。加速した、急に加速。めっちゃ加速した。簡単なやつ。ふっ、簡単な。ふっ、おおおお、なるほどね。
あ、え、お、お、ね、あ、焦った。おー、なんだピノさん、ピノさん、これはどう、ピノちゃん、いけ、うんうんうん、いける、あ、まあ、いけると思います、これ。お、さあ、ちょっと消していただいて、ピノさんの中でのなるほど度は何パーぐらいいってます？ 87% ぐらいですか。おー、これいけるでしょう。いけますよ、いけます、はい、よし、じゃあ、チェリさんに、はい、お伝えしましょう。はい、頑張って、これいけますよ。ちょっと頭を柔らかくするはい、いきます。ほんほんほん、まず、うん、この、あ、う、わかった、オッケー、わかった、もう早い、もうこっちの方がいいかな、これこの、この頑張れ、ほん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 が、チェリお姉ちゃんからもらうのいらない、いらない、いらない、おっと、え、いらない、おっと、あ、めっちゃ喋ってんの、ピノちゃん、あ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 、お、お、これ、これ、これはさすがに、はいはいはい、ケイさん、ピンと来てますか、これ、わかったわかったわかった、やったやった、やった、わかった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 、これイオリさんに伝えてください、はい、やるお姉ちゃん、これはいけますよ、いくよ、はい。あ、待って、それは、ごめん、あ、まだダメよ、まだ言っちゃダメよ、スルーっつってやった、ほれ、ほれ、え、なにそれ、ほれ、あ、それなんですか、簡単、はい、よりさん、よりさん、にゃん、にゃんじゃない、にゃんじゃないけど、にゃん、なに、そう、聞いちゃうの、よりさん、これを独自、よびさん、よく見て、ほら、あー、あ、あ、あ、これ、これをスルー、これ、スルー、この名前、チート、あーっとー、さあ、ここでにゃん、よびさん、はい、答えは何でしょう、それは、名刺を、名刺、それは何、卓球をスルー、そうそう、猫ちゃん、正解ヨルさん、ギリギリですよ。何がギリギリですか？あ、もう二人があんなにもう分かるでしょって言ってんのにまだポカーンとしてたでしょ。いや、なんだろう、でも、にゃんでしたね。あ、みんな、これか、まあ、すごい猫さんがいっぱい、これは、うさちゃん、うさぎさんね、にゃんにゃん、楽しかった、やったー、にゃんにゃん、これはどうでしょう、一回正解したよ、うん、正解ということで、正解したよ、うん、クリアにします、これやったー、じゃあクリアでーす、やったーやった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 、優しいやったよかったありがとうみんなさあ、ということでございまして、フィジカル、インテリジェンス、エンタメ、3つのジャンルが全て終了しました。はい、メダルの獲得数はこのようになってます。ドーン、出るかな、ドーン、ウィーン、ドドーン、あー、一歩足らない、輝いてます、フィジカルねえ、まあ2枚ございますけども、さて、冒頭では秘密にしておりましたが、このメダルどんなことに使えるのかについて、そういえば何でしょう、そうなんですよ、今からご説明させていただきますよ、はい、皆さんが獲得してきたこのメダル、当然ですが換金はできません、ダメか、しかし今から行うボーナスゲームで使用可能でございます。ボーナスゲーム、はい、このボーナスゲームを見事クリアするととあるご褒美が用意されておりますが、気になる商品はこちらでございます。ダーン、ジョジョインお食事券3万円分、お肉、肉、肉、英語ランクの肉、肉、肉、お肉、トイレ、お前らどうだ、ごきげんよう、焼肉が食いたいか、よし、ということで焼肉券獲得を目指して最後まで気を抜かず、はい、頑張ってくださいね、はい、はーい、
それではまずボーナスゲームの競技エリアに移動しましょう。皆さんまた少々お待ちくださいね。お待ちよ。はい、ということで再びボーリングのレーンにやってきました。ボーナスゲームだー。さあ、ということでボーナスゲームで行うボーリングは先ほどとルールが異なります。はい、ピンをよくご覧ください。はい、あ、はい、左右の両端に金色のピンがございますね。ピンキラー。今回皆さんが全競技を通じて獲得したメダルの枚数は2枚でございますね、うん、はい、はい、メダルの獲得枚数がチャレンジ回数としてボールを2回転がすのかな、これは、そして金色のピンを2本とも倒せればクリア。うわー、2回か。はい、そして焼肉にたどり着けるということでございますよ。さあ、誰がどの順番で投げるかは3人で相談してください。2回ってことですもんね。2回もできるんです。よりはちょっといや、リベンジした方がいいよ、よりちゃん。そうですよ、引きずっちゃうよ。いけるかもしれない。あー、引きずる、確かに。今日ぐっすり眠るために。そうそうそう、そうですよ。いい睡眠のために。うん、今までの、うん、そう、両端素晴らしいコントロールで倒してきたじゃないですか。確かに、確かに、ね、つまり金のピンいけるってことですよ。いけるかもしれない、はい、じゃあ任せてもらっていい。うん、いっちゃいます。いっちゃってくださいよ。いっちゃってください。次は様子を見てきます。様子見ましょう。様子見よう。様子見てきます。よし。信じてるんですけど。一旦様子を見よう。信じてるんですけどね。確実な路線を取っていくという。だって1回でストライクだったらどっちもポーンって。そうですよ。そうなんですよ。その通りでございますよ。じゃあボール出していただきましょうか。あ、出てる。UFO じゃないのか。すいません。UFO 使えないんですか。 UFO 使っても一緒だっていうことでダメです。ダメかよしよし、頑張ってくれ。よしよし。ここそうだね。そうそうそう、そうです、そこですよ、ね、ほい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 、はい、じゃあ、いきますか。はい、いきます。頑張れよりお姉ちゃん。いきます。頑張れ。はい、します。せーの、たった、ボン。おいいですよ。いい感じです。走るといいよ。いけるよ。おっと、一本。いけた。一本取った。すごい。残り1本。かわいい。いただけましたね。より姫。魔法かけて。魔法かけてください。さあ、次は誰。焼肉食べれますようになれ。なれ。どういうことだ。完璧ですね、これで。お願いじゃん。ただのお願いじゃん。入れますね。誰が行くの。どうしますか、ゆりお姉ちゃん。みのちゃん、任せてもいいですか。はい、よし、じゃあ私が行きます。ありがとうございます。ちょっと、ありがとうございます。ちえりは、やっぱ今日ほら、リーダーのご指名をさっき二人にいただいたので、うん、リーダーというものは、後ろから見守るみたいな。違うわ、それ監督じゃん。そうそうそう。監督兼みたいなところあるので。パワーを両端からいただいて、はい、これ行く気満々ですね。待って、おまじないかける、はい、ありがとうございます。チチンプイプイ、焼肉食べれますようになれ、ね、なね、よし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 。消えちゃった、大丈夫。今ので使い切った力を。あっちだよ、不吉。あっちですよね。お、頑張れ。頑張ってね、みのちゃん。頑張れ。
さん、お願いします。はっ、あ、いいよいいよいいよ、あっ、あっと、これは痛恨のミス、ザーッということで、ボーナスステージボーリングストライクチャレンジはノットクリア。残念ですね。残念だった。残念だった。いやーこれは、ゲットならずですか。そうですね、初回でね、違うんです、聞いてください。これは、はい、次の人たちにつなぐためのやつです。そうですね、次の人のやつです。ここでチエリたちが取れなかったことによって、はい、次の子たちが、ええ、もっと気合を入れて取りたくなるようにしたんです、はい、私たちの無念を引き継いでくださるということで、そっちの方がパワーが出るみたいな。いや、でもさ、はい、自分たち焼肉食べたくないの？あー、食べたい。本当は優しさであるとかないんですか？ね、なんだろうな、 UFO のやつ。いや、そうなんだけど、いおりさんが言う立場じゃなさそうなんだよね。でも、一本は倒してるでしょ。でもやっぱりリーダーだから1本だから1万5000円分、あ、1万5000円でも5000円、違うの、そういうことじゃないの、ディスカウントしないで。そういうことじゃないの、確実に食べたいじゃないの。チエリダメか、あんたリーダーでしょ。チエリ、そうね、今日だけはこの3人のリーダーです。狙いなさいよ、あんた。もしかして、あんたが取らなきゃ誰が取るっていうのさ。お願いします、ありがとう、ありがとう、ありがとう。あんたしかいないわ。私頑張るわ、みんなの思いを背負って。あんただけなのよ。だって食べたいものね、焼肉。そうよ、みんなで一緒にお肉食べるんですよ。これ UFO になったりもしないんですか？ならないわ。UFO にはならないので。シエリ、そういうとこや、あんた。コメント見て。何よ、超みんな応援してくれてんの。ありがとう、頑張れ、みんな頑張れ。皆様も力を、そう、みんなの力を。じゃあ、いくわ。抱え、いけ、絶対に金のピーチ狩りよりね、いけなさい。強い強い、今おまじないをかけましたから。これは何のおまじない、いける、いきます。はい、なれ、いくぞ、せーの、ほい。あ、そう、一番の喜び。何のポーズ？やったー！喜びの、お、喜びのポーズ。どうですか、チエリさん、どうでしたか？嬉しい、よかった。もう期待を背負いすぎた。やばいやばい。胃が痛くなってた。疲れちゃう。よかった。可愛いね、二人ともね。団結力が高まったね。本当ですね。よかったよ。すごい。よかった。これはいいよ。はい。とか、よかったです。ということで、はい、東京アイドルスタジアム2020、そろそろ終了のお時間でございますよ。もうしまーす。はい。最後までね、見ていただいた皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。たくさんの成果をいただきましたので、送ってくれた方のお名前を読み上げましょうか。はい、すごいいただいてますよ。ありがとう、ありがとう、はい、ね、読めるかな、みんなで読む、うん、みんなで読むかな、せーの、上から、うん、はい、上からいく、せーの、せーの、ナストロトさん、ゴリラの刺身さん、モガスリズマさん、ハルカタさん、バベルさん、タンネに発酵さん、何、あ、
あのなんこれちょっと待ってください。アリさんのちょっと潰れてる。微妙に潰れてて。アリか。アリさんですか。アリさん。アリさん。バッタさん。バッタって感じあるんだ。ありがとうございます。バッタって感じだ。さあ、まあね、サットさん、タロウさん、タンネン、タンネン、タンネン、エイチさん、ラタトスクさん、イカウントさん、ウラッタラーさん。あと増えた。キドーマルさん。キドーマルさん。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。力になりました。ねえ、うん、クマとか風船とかも、ね、かわいい。そうですね。たくさんありがとうございました。風船風船とかもたくさん、ね、愛の力爆発しましたからね、はい、あとからかわいいやつとかもいっぱいありがとうございます。ありがとうございます。感想も聞きます。お、じゃあチエリさんどうでしたか今日。あ、すごいなんか、うん、どうしよう今もう頭真っ白になっちゃった。もうとっても楽しかった。本当に、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ピノさんどうでした？いやもうあのこの3人でこんな、うんうん、もうめちゃくちゃ興奮する終わり方をできてすごい嬉しかったのと楽しかったです、うん、はい、はい、ありがとうございますさあ、いおりさんどうでしたか？いい汗かけました。サウナみたいに言った。いや本当に本当楽しかったですか？楽しかった。めちゃくちゃ楽しかった。よかったです。ありがとうございます。笑顔で終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ最後に告知か何かございましたらここでバーンと言っちゃってくださいよ。あ、じゃあはいはい、うん、なんとですねもうゴールデンウィークにも告知したんですけど、うん、チェリたちアイドル部オリジナル楽曲の制作が決定しております。楽しみにしていてください。そしてそしてさらにもうアイドル部全員での統一新衣装も制作決定してます。楽しみに、お楽しみに。そしてさらにさらにドットの夢からシロちゃん、メメメちゃん、イオリの3人がウィルスというイベントに出演させていただきます。イエーイ。よいしょ。はい、はい、という感じでございますね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、かっこいい。さあそして、ドットライブの東京アイドルスタジアム2020は今後もレギュラー放送として番組を配信していきます。嬉しい、ありがとうございます。楽しい。はい、次回の出演者そして放送日についてはリアリティ公式サイトや SNS をチェックしてください。東京アイドルスタジアム2020第1回、かなり白熱した大会となりました。はい、この大会を続けていけば VTuber のアスリート化が進んでよりワールドワイドな活躍ができるようになるはず。今後もみんなで盛り上げていきましょうね。それではこの辺りで皆さんお別れでございますよ。またお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。みんなありがとうね。ありがとう。さあカメラカメラカメラ、どこだどこだ、カメラカメラカメラ。